皆さんは今季の神ありウォッチザロックを見ていますでしょうかあの、見ていない方は、あの、これぜひ見てください。面白いので。はい。でなんですけれども、まあ、ここからねウォッチザロックの関係はするにはするんですけど、あの、ゴミみたいな話をします。今、あの、一番話したいことを話したのであの、もう、あの、興味ないなと思ったら帰っていただいても構いません。あの、この間、ちょっとまた滝なの、あの、この壁のやつで遊んでたんですけれども、まあ、こんな感じでね、キタちゃん使って遊んでたんですけど、よく考えたら、キタちゃんが登場した時も壁あったよねって思って、 まあ、とりあえず、まあまあ、左がタテナの、まあ、リコリコの壁、えー、右が、えー、ボッジザロックの壁でこのさこれなんかめちゃくちゃ話題になったのでてこのタテナの表情と、まあ、この壁だったわけなんですけれども一応今回も壁が出てきているので、まあ、もしよければね僕にはあの事実も才能もあの事実才能あじゃ想像力がないんで何もできなかったんですけど、まあ、もし可能であればあのこのね 北ちゃんのところのこっちのボッチザロッの壁で何か面白いのを誰か作ってくれませんかっていう、そんな感じの話でございます。はい。はい。まあ、もう、その、どうでもいい話をしました。はい。で、あの、まあ、向こうなんですけれども、まあ、いらんかもしれない、まあ、いらんと思うんですけれども、まあ、こちら、あの、実は、あの、ツイッターのヘッダーに使えるようになっております。はい。まあ、もし欲しければ、なんか YouTube とかでコメントしていただければ、まあ、ツイッターの方で投稿させていただきますので、そちらの方からなんか持ってってください。はい。はい。 まあもう中もうまとまらないんですけれどもまあそんな感じで動画は以上にさせていただきたいと思いますなんかすごいなんか面白いもの作ってください誰かよろしくお願いします